바꾸잖아. アスカ対、ヨシミツですかね。ヨシミツのレイブンボーイさん、オーストラリアからの参戦のような感じですね。ステージはカザミステージ。このステージは先に2本取ると無限ステージに変わります。壁に行って TP スクリュー、オフセのピッチ浮いたわ。鬼越しキャンセルから、おっと膝で暴れる。スクリュー、こっちで安いかな。おっと、よっしゃ。さあ、ガーフが重なってしまう。ラウンド2ファイト。アスカの隣の下段、ガーフ不能の中段蹴りが支えなきゃきついですね。ダメージ下がってたはいえ、つけるよ。おっと、キャンセル。今度はなんか水もあるみたいですね。いやらしい。おっと、アスカカウンター、これは壁に行きますかね。オフィッシュ。サテンチじゃねえわ、当たりにいたところを下段で取る感じですかね。おっと、アクラを取って、さあ、この距離、この距離は大きが強いのはアスカか。おっと、あてみの割り際にアッパーが入る。必殺ステージ中央、体力は吉光リードだが、これで5分になるか。さあ、ジャンステレ下段、パークで暴れる。さあ、出し切って大きく、さあ、この嫌な位置。おっと、レイジになったのはアスカ。コンボを締めて、あ、多分補正切りになってるんですかね。ラウンド4、さあ、無限ステージになりました。さあ、出し切って投げる。おっと、下段は見えてる。手が安いかな。まあまあ、おっと、だから鬼殺しのアッパーをしっかり決める。あ、コンボはマックスかな。さあ、この距離、おっと、あ、オッパーが置いてあった。おっと、使った。下段は見えてる。いいっすね、あの下段俺見えないっすわ。さあ、スリューコンボが入って、おっと、このダッシュからのスライディングは地味にきついっすね。今日はこんぐらいで許したるわ。ゲームオーバー。ああ、くーちゃんさんが1本選手ですかね。アスカヨシミツ、どうなんですかね。あんまり見ない組み合わせな感じしますけど、アスカ・カザマ。Ready for the next battle. チンパンさん負けたの。ちょっと早く。早いな。じゃあちょっとやろうか。そんな負けたのか。さあ、ステージは無限ステージ。Round one. まあ、このゲームやっぱり無限ステージが壁かみたいな感じですけど。ダリューシャ、いい感じの前に保ってますね。おっと、ヨシミツブレード、スクリュー入ってる。奥手重視、下段が入る。一回待って、おっと、水面切りが見えて、マックス返す。スタークにアッパー、失敗してますね。一発が入ると、おっと、置き蹴りをパークラで突かした感じですか。かなり選択肢としてはいいんじゃないでしょうか。ファイト、お前蹴り、いや、なかなか山捨てでいい感じの距離を保って、パークラーからじゃんけん、ケゴン、なかなかきつい落ちですね。おっ、さっき下段だったけど、しゃがませて、またケゴンをやるという。これは
面白いですね、ですね。受け身取ったら死ぬみたいなやつですか。パークラ、パークラやっぱ結構カノカイナの時は面白い。スイミングエリカウンター、あれ難しいですよね、あのコンボ。コンサマ、コンサマ、ガリなさい。さあ、コンボ締めて。生投げはできる。なんだバランは。アッパーの下にアッパーが入る。スキル。さあ、二段蹴りは。さあ、クルスがかっこいいですね、2発目で。投げる。残った、この大きさがきつい。超きつい。ラウンド4。ファイト。オールダウン。ポンサーも試合、試合です。あ、違う、あ、そうです。さあ、オプセメが、おっと、さあ、吉見さんはスプリングがないんで、あのチョップになっちゃいます。おっと、アッパーのスカにアッパーを逃さない。カウンターかな。あー、これ分からん殺しかな。嫌な位置、膝がスカル。デイジーは、デイジーは吉見さん下ね、下段が見えてる。ルースパー返す。レイブンボーイさんがすごい下段目返しての確定がいいですね。しっかり見えている。ゲームオーバー。さあ、お互い 1-1、 次勝った方が勝利となりますね。お互い結構牽制しつつアッパーとかをちゃんと置いてる感じですかね。で、そのスタンも逃さないみたいな、すごい理想的な感じじゃないでしょうか。ミステル、コメクップル。今、クーちゃんさんとあのレイブンボーイさん。あ、オーストラリアこれ、吉光。うん、そうですね、オーストラリアの吉光。オーストラリアの吉光。そうそうそう、すごいね。なんか広大な大使館をやってきた。すごいね、オーストラリア。ステージはタフにステージ。このスタジオ。オーストラリアこういうの好きなんだ。お膝カウンター。これカウンターだと打っちゃいますね。おっとスタッフ。おっと天地じゃねえ、なんだっけあれ。まあ、当て身入ってしまう。投げり？あれ牽制にただいいんですよね。そこからヤグラ、ヤグラ年。いるよ。ダフ。いるよ。投げり。アッパーガード。アッパーが立ってないかな。ヤグラ落とし。4番投げっすね。投げはずる。あの位置きつですね。吉水さんとかが落ち攻めがかなり強い方だと思うんで、ガーフがあるので。よくわかんない上にさ。ケゴンは、ケゴンはスタル。ケゴンはやっぱりレッパーに当たんないんで、レッパーがアンテナなんですけどね。パンド、おっとパンチを膝で刺した。壁行くでしょ。攻め重視。グー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 待って。ゲゲゲゲ。さあ、スイミングで、まあ、足元払って感じですね。アスカのジャンステアバレーを警戒しつつって感じでしょうか。あら、パープラ。さあ、リアンコヤグラ落とし。結構いて、おっと、鬼殺しのスカを逃さない。さあ、あのうわー、いやー、ずぶとい。オタクがずぶといですね。これは強い。きついっすね。これでレイブンボーイさんが2本取って勝利と。